え、ちょっと、もういいですか？うん、食べよう。うん。いただきまーす。うまそう。どう？美味しいですね。大丈夫？大丈夫じゃないときなんかないよ。うん、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 うん。うまっ。うん。気をつけてね、白い服だから。足りない。もう足りないよ、これ。うん。うまっ。おいしい。いや、うまいね。うん。じゃあ、ビール欲しくない？おいしい。飲むよ。え、しのいかな？え、大丈夫だと思うよ。だって今日、休みやん。うん。え、飲んじゃおう？うん。いやいやい。乾杯。ああ、美味しい。ああ、美味しい。最近暑すぎるからさ。うん。多分これいっぱい飲んだくらいで、多分すぐ汗で出ちゃう。いや、でもマッシュルームうまい。ね。うん。安かったのにね。よかったね。うん。うん、てかもうだいぶ翔ちゃん伸びたね、髪の毛。大丈夫？大丈夫ってどういうこと？え、でもおかしくないよ。似合ってるよ。なんか、ロン毛。なんか、本当に、うん、まあ、口悪いけどさ、ちょっとさ、うん、えっていうさ、うん。伸び方嫌じゃん。ああ、まあそういう時もあるよね。うん、そういう伸び方もあるよね。うん、え、どういう伸び方？なんだ。今ちょっと乗っかったけどどんなんだろうと思って。いやだからちょっとだから切った方がいいよって言われる伸び方は、うんうんうん、多分あのいい伸び方じゃないんだよ。うんうんうん、あ、それ似合ってんね、それでもっていうのは綺麗な伸び方なんだよね。うんうん。うんうん、まあでも人によるよね。なんかやっぱロングが似合う人とショートが似合う人がいるからさ。うんうん、ショーちゃん長いのも似合ってるよ、すごく。うんうん、でもよかったね、担当してくれてた美容師さんがさ、うん、8月からようやく予約が取れたんでしょ。そう、すごいわ。俺だったら絶対もうその間に別のと人のところ行くもん。信じて待ってよかったね、一途。ちゃんと切ってもらうときに言いなよ。いいんじゃ、ずっと待ってたんです、ピラツに。いや、もう見りゃわかるだろ。こんな伸びてんだから。逆に怖っと思われる。最近もうあれなんじゃない、翔ちゃん。食欲も、性欲も満たされまくってさ。もうやめて、そういう話。昼にするもんじゃない。やめて。いいじゃん、別に。夫婦なんだし。なんか一時期のさ、セックスレスがさ、嘘だよね、今ね。から恥ずかしいからやめて。恥ずかしいから。心配してる人もいると思うじゃん、見てる人たちで。そうかな？してないの？いや、なんか、本当に、人それぞれで全然いいと思うんだけどさ、うん、しなきゃ仲悪いとか、そういう風に。うん、うん、うん。ごめん。うん、うん、うん。もう喋んない。どう喋ってんの？もう喋んないよ。あれ？もう喋んない。オッケー。喋んない。喋ってくださいよ。もう喋んない。じゃあ俺喋ろう。しなきゃいけないっていう、風潮？え、違うわ。どういうこと？しなきゃ仲悪いみたいな。ああ、なんでしょ？あの、捉え方でしょ？ああ、そうなのかな、うん、それも違うよな。それも違うよね。って思うけどね。うん。お互いがいいと思ってるならば。うん。でも X とか見ててさ、やっぱりそういう、なんていうの？長く付き合ってるカップルで、うん、もう旦那がしてくれないから、募集しますみたいな。ね、聞こえない。これ。旦那がしてくれないから、募集しますみたいな。はい、そういうのもたまに見るもんね。やっぱお互いに納得してるんだったらいいけどね。片方だけとかさ、だと、やっぱ不満になるよね。そうかもね。うちら今、やべえから。もういい、やめて。もうやめて。もうやめて、やめて。やだ。だってこないだのさ、熱海旅行の。いや、もういいよ。もう分かったら。もうやめて、やめて。言うものじゃない。そう？うん。減るもんじゃないよ。まあ、いっか。てかまた全然違う話し。翔ちゃんがさ、携帯変えたじゃん。うん。機種変したじゃん。うん。そしたらさ、最近、
新しいプラン始まりましたみたいな。うんなんかペイペイ使ってる人はすごいお得ですみたいな感じで説明受けたじゃん。うん、で結局翔ちゃんそのプランにしてさ、早速回転寿司行ったからペイペイ使ったら全然ポイント戻ってこないってなってさ。うん、そうだよね。うん、結局よくよくまあ、調べたらさ、うん、実際本当かそどうかまだわかんないけど、うん、完全に切り替わってからですみたいな。だからまあ。なんかね、携帯ショップとかで、うん、説明する人がちゃんとその制度について理解してないっていうのは、うん、進めときながら、うん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 、どうなんだっていう話ってさ、うん、なんか、すごい大変だとは思うけどね、なんか、うん、新しいのがどん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 商品が出てくるじゃん。でも理解し、自分がそれを理解し、してたらもっとうまく進められるだろうし、うん、そうだよね。後でなんかクレームにもならないしね。なんかね、ちょっと説明が少なかったっていうか足りなかったよ、足りてなかったよね、うん、知らないんだと思うけど、うん、なんかそういうのは良くないなって思う、ね、うん、結局さ、俺もそのプランに入った方が絶対お得だろうなと思ってさ、うん、入ろうと思ったら、うん、クレジットカードの申請が必要ですみたいな感じで言われたじゃん、うん、で、なんだかんだでさ普通に申請とか関係なしでできたもんね。うんうんうん、そうね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 。なんか、うん、機種変とかさ、うん、なんでこんなにワンサラマスクなったんだろうね。確かに、うんごい時間かかるしさ、うん、確かに確かに、これするともっとお得ですよとかいうのが増えすぎてさ、で、3ヶ月後に解約してくださいとかさ絶対忘れるし、だまあそれを狙ってるっていうのももちろんあると思うし、うん、あ、そうよね。俺は絶対見逃さないけど、うん、絶対に忘れてさ、うん、まあそういう人もずっと払い続けちゃうよね。そういう人も多いでしょう。うん、で毎回聞かれるのがさ、ネットのさあ、ネットね。そう、ネットとウォーターサーバーと、ウォーターサーバーとね。そう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 、なんなのあれマジで。ほんといらない、うん、いらないんだよね。ほんといらないてか、なんか、わかんない。よくコンビニとかで水買うとか、人とかもいるじゃない。うん、うち買わないのよ。買わない、特に水を買うことないからさ。うん、だからコンビニで水買う人とかならいいのかもね。うん、結構水道水信用してるもん。水道水飲むね、うん、東京の水道水はね、そんなにまずくないよね。うん、まあ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 、なんかすんごい調べたら小さいなんか微生物とかはいるかもしれないけど、うんうんうん、そんなにさ大したもんじゃないでしょ、うん、そうよ、別に体調崩すわけじゃないし。だってペットボトルのやつだってさ、うん、誰がどんな手を触ってさ運んできたものかもわかんないじゃん。だからそれが、まあ そうね、それが本当に綺麗なものかもわかんないじゃない。だからまあどっちもどっちだなと思って。確かに、うん、だから水道水前ね、ウォーターサーバー持ってたけどね、結局水だけやたら溜まってったもんね。飲まない、飲まない、うん、なんかお湯が出るからすぐカップラーメンが作れますよっていうなんかやつで、あ、いいなとも思ったけどさ、うん、そんな使わないっていう。まあそうね、うん、うん、そうね、そうね、そうね。あとやっぱ若干ぬるいんだよね。あ、そうなんだ。そう、カップラーメン作るには。ああ、だったらね、もうティファールとかでさ瞬間的にお湯沸くからさ、ね、それの方がいいよね。まあね、はい、足りない。ええ、足りない。二人してえ足りない。うん、いいじゃん。もうこ、もう今日あれよ、数時間後にはまた、え、な、その数時間なんか待てるわけないじゃん。この俺が常に食ってたいんで。我慢しなさいよ。言うてさっきまでなんかもうちょっと食欲ない、夏バテとか言って。だいぶ夏バテだったんだもん。でも一緒にお風呂入ったら元気になった。